井上正雄は日本のシンパ俳優、映画監督、書家。本名は小坂祐一。松山で初舞台を踏み、シンパの一座を転々とした後、いい洋法の一座で頭角を表し幹部俳優となる。やがてシンパを離れ、新時代劇協会を結成して、近代劇の上演に意欲を見せ、連鎖劇も手掛ける。この頃活動写真のの娘等で監督。 主演し、画期的な技法を用いて、映画を芸術的な域に高めた功労者の一人となった。審パに復帰後は大幹部として、優れた性格描写と重厚な演技で活躍。戦中は、中間演劇を提唱して、井上演劇道場を創設し、多くの俳優を育成したとともに、商業演劇の向上に努めた。1949年に、芸術院会員。 著書に自伝、化け損ねたたぬき。1881年6月15日、愛媛県へ、受けな軍隊だい南村中通りに、父、春吉と母、大の長男として生まれる。父の春吉は、戸部焼中外人で、戸部座という劇場の支配人でもあった。1891年、11歳の時に初めて、村芝居に出演。尋常小学校卒業後、 戸部焼きの陶器店へ、デッチ暴行させられるが、1895年に家で、翌1896年に大阪で働いていた時に、道頓堀格座で、整備団の芝居、100万円を見て、俳優を志す。1897年4月、松山市の新坂江座に来園していた、新演劇の四季島吉団に入り、小坂浩二を名乗って、初舞台を踏んだ。 ついで強風会に入り、品川進むと改名。1898年には、博多で、堺正俊一座に加わり、井上正雄の名で舞台に立つ。その後いくつかの劇団を転々とするうちに、高田実の地具を終え、1902年に京都の村田正雄一座に加入。1904年1月に上京、正子座のいい用法一座に加入し、幹部待遇となる。 翌1905年、田口菊定作、目オ派の橋見秀夫役で人気を得、1906年には、島崎東村作、破壊の瀬川牛松役に大抜擢された。当時は、イーノ・マサと、高田・河合武雄の本郷座が、ファンの人気を二分しており、正サ座の井上も、人気俳優の一人となった。1907年1月、イ、e、と新富座へ移り、 井上正夫と改名する。1910年11月、新しい演劇を目指して、新派劇を離れ、有楽座と契約して、新時代劇協会を結成する。第1回公演は、バーナード小作の馬逃亡で、同協会には、小堀誠、立花定次郎、岩田祐吉、酒井ヨネコらが参加した。旧来の演劇にこうして、 女優を起用するなど新規軸を打ち出すも、一般大衆の支持を得るには至らず、経済的には赤字となり、1911年に3回目の講演を持って解散した。解散後は新パに戻っている。1915年9月、新パを再び離れて、天然食活動写真と契約を結び、浅草奥座の連鎖劇に出演する。その第一作、登場の秘密では、 初監督を務めた。1916年に天活創立者の小林喜三郎が同社を辞めて小林商会を設立すると井上も同商会へ引き抜かれ、1917年に連鎖劇の大尉の娘独創で監督、主演する。この2作ではクローズアップやカットバック、移動撮影、説明字幕の導入など当時としては 革新的な撮影技法を用い、映画の新時代の扉を開いて、純映画劇運動を展開することとなる。同年、小林商会は倒産し、井上は再び審判に戻る。以後は大幹部俳優となり、1919年に、明治座で酒中日記を上演し、主人公、大河今倉の演技で、第一回国民文芸会賞を受賞した。1920年1月、 国際活営が設立されると、小林の混成で、月給4000円という高級で入社。5月に撮影所長の松本清と共に、アメリカ映画界の視察を行い、11月に帰国した。1921年に帰国第一作となる、畑中昭波監督、缶椿に主演するが、1922年に、国活の没落で、松竹蒲田撮影所に移籍し、 野村薫定監督の地獄戦牛原宇都彦監督のアーム城などに主演した。1923年秋、ヨーロッパを準優し、翌1924年7月1日に帰国。1925年7月には日本初のラジオドラマ、大尉の娘に水谷八重子と共に出演した。1926年、 キヌガサテイノスケ監督で新感覚派映画連盟制作の映画、京津田一ページに主演。同作後に海外でも高い評価を受ける作品となった。その後も松竹で数本の映画に出演し、1929年1月8日には、藤野秀夫、岩田裕吉、栗島澄子、川田吉子、劉作子らと大幹部に昇格した。1936年、 シンパと新劇の中間演劇を唱えて、井上演劇道場を設立し、芸術的な大衆演劇を上演する一方、後進の育成に努めた。久板栄二郎作、断層、三好十郎作、彦六大井に笑い符、北条秀治、華やかな夜景、八木隆一郎、熊の歌といった劇曲を上演し、半泣き素劇の、プラーグの栗並木の下の主演などで好評を博した。 道場には、岡田義子、山村聡、鈴木光恵、松本カッペらが所属し、水谷八重子や市川勾梅らが客演。新劇演出家の村山智義、杉本良吉らを起用した。1945年、戦災者慰門のため地元の愛媛県を巡演。1946年、井上演劇道場を解散し、村山智義、 鈴木田健次らの第二次新京劇団に入団。1948年からはまた新派の舞台に立ち、水谷八重子と金色矢者で共演した。また、我が生涯の蚊が焼ける日、金の鳴る丘といった映画にも出演した。1949年、日本芸術委員会員に選出される。1950年1月、新橋演舞場の新派大合同公演、恋文で、 二宮慎吾を演じたのが、最後の舞台となる。同年2月7日午前8時、西洋先の湯河原向島園で、心臓麻痺のため死去。69歳没。2月15日に、築地本願寺で盛大な文化葬が営まれ、没後に訓四等を送られた。井上正雄の石文み1951年6月。 横浜市港北区日吉本町2丁目の井上の急遽跡に、井上を警護する全国の有志の虚勤で、井上正雄の石踏みが混流された。記号は高橋誠一郎によるもので、碑文には、かつてこの地に、井上正雄演劇道場あり行と記されている。はじめは、数平方メートルの秘石のある用地であったが、現在は、住宅の壁面に収まる形で設置されている。 1953年5月には、松山市駅前に共造が建てられた。1956年2月に、新橋演舞場で7回喫煙簿新派大合同公演。1962年2月に、同劇場で13回喫煙母公演が行われた。1966年2月、地元の戸部町に母碑が建てられ、17回喫煙等式が行われた。 この模様は NHK で全国放送され、東京のスタジオからは、市川水仙、北条秀次、石井博士らが参加した。現在、戸部町十町の正小屋敷地内に、井上正雄記念館があったが、現在は戸部町文化会館内へ移った。1930年代頃から活動写真は、無声時代から、発生陶器の時代に入り、 それまでセリフの必要のなかった俳優たちは、セリフを喋らなくてはならなくなり、業界は大強行をきたした。悪性であったり、鉛の強い者たちは人気を落とし、また業界から去らなくてはならなくなった。現代では、鉛があろうと性質が悪かろうと、それはその人の持ち味だということになっているが、過渡期においてはそうはいかなかった。こうした鉛や悪性がやかましく言われなくなったのは、 舞台の名優だった井上が出るようになってからである。井上は特徴のある鉛を舞台でも押し通した人で、映画監督の稲垣博士は井上について、もしこの人が出なかったら、バンツマ、大河内は、トーキーと共に消えていったかもわからないと述べている。ありがとうございます。